会をお届けしようと思います。今回は、夜叉をイメージしてますので、ポスターにもジャケットにも夜叉が出てきております。看護師からの大変身、愛した女は夜叉になるということで、ちょっと怖い感じもしますけれども、でも女性の本音の本音の本音の奥深いところで普段は口に出さないんだけれども、今日はちょっと言わせてもらうわよという感じで、そんなドラマの主人公、悪女を演じております。この一曲の間だけはなんか本当に何かが乗り移ったように、私も夜叉になりそうな勢いで歌っておりますけれども、まあ、夢がどっちが本当ですかって、どっちなのって聞かれるんですけど、自分でもどっちなのか分かりませんので、これからまたね、いろいろ人生を重ねながら考えていきたいなと思っております。それではですね、最後にもう一度リズムよく歌います。ぜひ皆様お手拍子などしてみていただくと、結構裏打ちのリズムっていうので、これ演歌でも歌謡曲でもポップスでもロックでもどこでもいけそうな部類ですから、チャン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 と、この裏打ちのリズムのこのお手拍子って結構難しいんだそうです。これが完璧にできると、もうリズム感バッチリということになりますので、一緒に、手を叩いてみていただけると嬉しいです。それではもう一度お聴きください。乱れ舞です。